えこんにちは。今日は、擬曲、かもめを読むの第34回です。これは何のシリーズかと言いますと、私がこの、上、うん、頭の上にあります、カモメのテキストですね。堀江真二さんが翻訳されて2002年に出たこのテキストなんですけど、これを声に出して読んでいって、そこから 読み取れたものをお話し,しようともとはあの私が2005年に「一人ドラマリーディング」といいまして、えー、この台本をもとに一、えー、人用に書き直して、えーまあ、皆さんの前で読んだんですけどもねその後2010年に「表現読み王の会」というところで えー、この全体を取り上げまして1人でやった時はごく一部なんですけどもね全体を取り出して、えー、1時間以内にまとめて上演をしましたでそれを10年経って思い出しましてあれどんなもんだったかなともう一回あの一通りたどってみようということになった思いついたんです っていうのは今リモートで皆さんが戯曲を読んだり、えー、実際に、えーまああのー、リモート上でこれを読むというよりはまあ演じるところまでやられてる方もいるんですけどもねそれを見ているうちにああ私も自分がやったらどんな風になるかなということを思いつきまして。 それぞれのセリフを一通り辿り直そうと思いまして、最初はあの自分が読んだところだけ取り上げようと思ったんですけども、頭から読んでいるうちに、あの、カモメ全体の構成ですとか、一人一人の人物像ですとかね、えー、細かいところで思いつくのがあるので、それを辿るうちに、とうとう34回ですね、えー、もしかしたら、 あもしかしたらじゃないあの最後までい,、えー、いくとお40回ぐらいになるんでしょうけどもここまできたらもう最後まで読もうということになって今第4幕を読んでいるところですで大前提となりますのは第1第2第3幕は連続した、えー、事件の流れだったんですねで4幕は間に2年の月日が流れて 三幕、えー、までに出ていた人たちの運命がちょっと変わるとまあ,あの日本的な言い方をすれば起承転結というようなそういう展開になってるで第四幕ではその2年後の様子がそれぞれについて分かるんですけどもね、えー、この第四幕の1には第三幕までのあらすじのようなことを話しています あカモメ全然読んだことない人でも、うんまあ、部分的に人物同士のやり取りですね、えー、な全体の流れは分からなくてもその対話から読み取れるものを考えていこうというそういうことも一つの読み方の問題ですねであの第4幕というのは一つは、えー、男女関係のもので言いますと比較的若い世代で言うと この,この土地ですね <laughs> また言わなくてはいけないから <laughs>、うん、今この目の前にコースチャーと言いますけどコースチャーっていう青年がいるでこの青年のお母さんがアルカージナという女優でねこの息子もその影響でしょうか、えー、自分で、えー、本を書いたりまあ小説も書くんでしょうし戯曲も書くんでしょうしであのー、恋人 とと思っていいたニーナという相手この二人の関係でもう一つはこのコースチャーに惹かれている娘がいましてねマーシャというんですけどこの人はこのコースチャーたちが家族がいるソーリンというアルカージナのお兄さんなんですけどねそのお兄さんのまあ家があるとそれを別荘代わりにこの妹であるアルカージナが時々 訪ねねてくるととといいう、ね、そういうことだと思うそこだ思んですけどねでそのマーシャからコースチャーは惚れられていてだけどコースチャーはニーナに惹かれているとでそれぞれが結構食い違うところがあの書かれてるわけですねでニーナはこのアルカージナというお母さんが連れてきた小説家のもとへ走ってしまったつまりあのニーナは女優になりたい そして有名な小説家のううところに出かけていったというかな惹かれてそして、えー、ここでその2年の間に何が起こったかとニーナは家を飛び出してというね今ここに出ていますけどもで前回の第3ですね第4幕の第3というところは、えー、コースチャーが そのドールンというお医者さんでですねでこのお医者さんから、えー、話をちょっとニーナはどうしたのっていうふうなことを言われてコースチャーがその2年間の間知っていることをこのドールンを相手に話した場面が第3場面なんですね、えー、そうです。で まあ主なことというのはやはりニーナは家を出てトリゴーリンのもとに行ってしまったとモスクワですねそしてニーナに赤ん坊が生まれ、まあ、トリゴーリンの娘,あの娘あ子供なんでしょうとであの先生はこの前気にしたのはあの先生は前の女性も捨てていたわけではないんですってこの前の女性がねここは曖昧にしてるんですけど私は疑問としてアルカージナのことなのかそれとも トリゴーリンというのは別に女性がいてねそういう女性なんだろうかというと両天秤っていうんですねでこれも考えられるわけですアルカージナは要するにあのスポンサーというか本当に友達であってトリゴーリンはニーナの他にももうほかにもう一人女性がいてね前の女性がいたんだということも考えられる。うん うーんどちらかなあーだからそうあの年下扱いですからねトリゴーリンっていうのはねアルカージナから見るとねでどうしたかというと、えー、ニーナは、えーまあ、トリゴーリンは前の女性の元に戻ったんだとでニーナはいわば捨てられたというかねそれで1人で モスクワの郊外の別荘客相手の劇場でデビューできたとそれからの地方回りをしたとでここにあれと思うのはこのコースチャー自身がそのニーナの後をついてね歩いてたんですねど,こもどういうつき方なのかわからないけどもで舞台も見てるんですねであのニーナを訪ねていくこともあるんだけれども 楽屋と言いますかねそこに付き添いの女性がいてニーナのとは直接には会わせてくれなかったでから、えー、コースチャーはニーナのとは直接うあの話したりできないままに後をついて歩いていたというねそういうとこですねでもう一つ分かったことはあの実は手紙が来たんだとその手紙の中でどうもニーナは「かもめかもめ」となんか自分のことを書いてる。 ちょっっと頭が混乱してるってるうんでですねでどうしたんだろうとで、えー、さらに言うとコースチャーはそのニーナがここにいることを知っているともう5日ぐらいここに来てるんだとでここというのは何の場所かというとニーナの出身地であるしそしてこのコースチャーのいるこのソーリンという、まあ、おじさんにあたるわけですけどねおじさんの別荘で舞台をやっている。 でこの4幕の冒頭にあったのは2年前の舞台がまだ壊されずにね仮設の舞台が残ってるんですねでそういうところにいるでメトベジェンコはこう割って入るんですけどいや、今日じゃなくて昨日の午後ね会いましたよ、ニーナさんにで声かけて話をしたこっち来ないんですかって言ったらいやお邪魔しますと言ってるけどもねあの行っちゃったと。えー、そしたら 後者はいや彼女来ませんよとでどうしてかっていうと父親と義理の母親ですねニーナの家庭はで、えー、ニーナが近づかないようにこの親がね家出をした娘を入れないというねそういう状態なんだとでソーリンがちらっとここで割って入るんですけどソーリンさんも2年前に、えー、アルカージナがモスクワへ帰る時には いやあのだいぶ丈夫だったんですけどねお母さんからリンにコースタを頼むよって言ったんだけどリンはだいぶ体力も衰えてしまってそこでちらっと魅力的だねっていうねあの,あの子はいい子だねっていうのをリンはちらっと話をするというねそこが第3幕の私が分けた3つ目までの場面ですね。 ですから今舞台上にいるのは、えー、ドールン、お医者さんとコースチャーとソーリンとあとはポリーナがいるんですね。ポリーナというのはマーシャのお母さん。確かマーシャもここいますね。うん、マーシャもまだいる。で、マーシャと今出たメドベジェンコというのは2年前には。えー メドベジェンコがマーシャに近づいていてマーシャはコースチャーを諦めてメドベジェンコと結婚して今子供もいるというね赤ちゃんもいるというそういう状態ですねそこで、えー、第4場面です6人いるんですかソーリンドールンコースチャポリーナマーシャー5人かそこで、えー、新,た新たな人物が登場するで これも繰り返し言ってますけどあのチェホフの戯曲の場合には対話が基本ですね1対1のねでこの3のところは中心になったのはドールンとコースチャーの対話そこで見えてくるのが、えー、ニーナの消息が見えてきたというねそういうところですそこで、えー、第4の場面はちょっと様子が変わりますね、えー、私 これも繰り返し言ってますけど、セリフをただ読むだけじゃなくて、トガキも実際に、えー、観客がいると考えると、その声から場面が想像できるように、単なる影の声ではなくて、一つの語りとして私はのトガキを読んでいます。で、第4からいきます。あ、そうだ。 シャムラーエフっていうのはここの領地の管理人ですでその奥さんがポーリンアポリーナそして娘がマーシャというねこの3人は家族なんですけどもね、えー、今分かっているのは、えー、アルカージナが駅に迎えに行ったアルカージナの方が先来てたかな、えー、トリゴーリンという小説家よりもねでその人を迎えに行ったと。 もちろんあの、管理人の人がまあ馬車を出すんでしょうけど、それに乗って駅まで迎えに行ってるよということは分かっていた。で、そこで、ここに場面転換として、シャムラーエフという人の管理人の笑い声が聞こえるというところから始まるわけですね。シャムラーエフの笑い声が聞こえる。ポリーナ。 皆さん、駅から帰って来られたようね。ええ。母さんの声も聞こえる。というわけですね。えー、皆さんというのは、誰が来るかというと、アルカージナ、トリゴリン。で、シャムライフが先導してるというか、案内をしてるんでしょうね。駅から帰ってきたみたいね。とで、コスチャーは、母さんの声も聞こえる。母さんというのはアルカージナです。そして、はい、人が入ってきますね。誰が入ってくるか。 アルカージナ、トリゴーリンが登場。その後からシャムラーエフ。シャムラー F 入ってきて。我々はどんどん年取って、自然の成り行きでどんどん風化する。ところが奥様、あなたはまだお若い。明るい色の上着、生き生きとしておまけにおしとやかだ。アルカージナ、あまりお上手がすぎると、 かえって嫌味になりますよ嫌な方こんばんはソーリンさんどうしていつもご病気なんですよくないなマーシャを見かけてうれしそうに「マーシャさんマーシャ覚えてらしたのね」握手する鳥ゴーリン結婚されたんですねだいぶ前に。 お幸せなんですねドールンとメドベジェンコに会釈し,しておずおずとコースチャーの方に近づくお母さんから聞きましたがあなたはもう過去のことは水に流して怒ってはいないそうですねコースチャーは握手の手を差し出すアルカージな息子にトリゴーリンさんがお前の小説が載っている雑誌を 持ってきてくださったよ。コースチャん雑誌を受け取りながら、トリゴーリンに。ありがとうございます。ご親切に。というところで、ここの入り方ですね。シャムラーエフという人の性格がよくわかるのは、 えー、まあお世辞を言ってるようなもんですけどねいや奥さんお若いですね一番言いたいところは「いや奥さんお若いですね」というふうにまあお世辞でしょうねそれを言うとアルカジナの方もあんまりお上手がすぎると嫌味ですよというね嫌な方というふうに答えてでトリゴーリンは、えー、この人も。 これもね訳ししし方なんでしょうかどうなんんででょょうううかかど宗ンさんってあのちょっと具合の悪い人に向かってね、どうしていつもご病気なんですってのは、言い方は丁寧ですけど、かなり失礼ですよね、良くないなと言ったって、それよくないのは自分の都合で良くないわけじゃないですから、ここは問題があるな、トリゴーリンってそういう性格の人ですか、あんまり気遣いがないなっていうのはね、ちょっと感じられる。 ところがあのマーシャに向かっては「マーシャさん」って言ってね名前を覚えてるで「マーシャの本も覚えてらしてくださったわ」って言って喜んでるで「結婚したんですね」で「お幸せなんですね」っていうのはこれは観客の立場からするとえー、セリフ出てくる登場人物は全部事実で話しているわけではないそこのズレみたいなのがあって面白いわけですよね。 ですからお幸せなんですねとトリゴリン言うんだけどもマーシャとメドベジェンコのやり取りというのは第4幕の初めでみんな観客は見ているわけですからねそこからなんか想像できるでちょっとこのまたトリゴリンの言うここの後半ですがね過去のことは水に流して怒ってはいないそうですねとで怒っているというのは どこトリゴーリンがコースチャーニーナについてどれだけ知っているか <laughs> 観客にとってはニーナがトリゴーリンのところへ走ってそして子供までできているでそれに対して過去のことというのは何を意味しているか実はかなり曖昧なんですよねうん鳥リ,リンがそう 直接コースチャーとの関係で言うならばほとんどこのニーナのことは多分トリゴーリンは考えていないでしょう知らないものとしてコースチャーに話をしているでコースチャーとの関係で言うとコースチャーが、えー、ニーナとーお母さんについてもトリゴーリンに対してニーナーのートリゴーリンに向いたことに対して嫉妬しているでお母さんが トリゴリンの方向いていることについても彼は嫉妬しているそしてどちらに向けても嫉妬の心が重なって、えー、はっきりしているのは決闘だということを言ってトリゴリンにかかったんですけどもトリゴリンは受け付けずにでそれをそらされたがためでしょうかね、えー、頭にかすり傷を打っているこれは銃で打って 自殺しかけたという設定になってますけどねですからあの直接的なあのコースチャーがなぜ自分に向いてきてそういうことがあったのかというのは鳥リ,リン受け止めてないように感じますねここはね。であのアルカジナの方もいや息子のことを話すんだけどもどこまで話しているかは ちょっとわからないですねこんところはあのすっきりと納得するところではなくだからなおさら演出としてこのトリゴーリンのこのセリフは過去のことは何を指してトリゴーリンが何を彼に言おうとしているのかとでコースチャーは握手の手を差し出してますね。そして 鳥、えー、リ,リンが持ってきたのは小説が載っている雑誌、まあ、都会の方が早く雑誌が出るんでしょうからそれを持ってきてコースチャーに渡すコースチャーもー一通りの礼儀で受け取ってありがとうございますというふうに受け取ってますけどもね 2>、うん、で2人が座るところからです鳥リ,リンはさらに追加してコースチャーに話をするわけですね あなたの愛読者たちからよろしく伝えてくれと頼まれましたよペテルグルブペテルブルグでもモスクワでもみなあなたに興味津々ですよいつもあなたのことを聞かれるんですどんな人かいくつくらいか黒髪か金髪かってねなぜかみなあなたのことを若くないと思っているんですそれに誰もあなたの本名を知らない あなたはペンネームで書いていますからねまるで鉄火面のように謎に包まれていますよコースちゃんここには長くええたぶんあにはモスクワへ帰ります帰らないと急いで中編を一本終わらせなくてはならんし短編集にも一つ約束したもんですからね要するにいつものことですよというとこですね でこのトリゴーリンが何を話しているかというのも実はチェーホフってなかなか皮肉屋ですからただ話していることにはテーマがあるでテーマがあるというのはこのトリゴーリンがコースチャーに何を言っているかというと、えー、いい評判をどんどん話すんですね、うん、もうあなた人気ですよとペテルブルグモスクワでもね人気だと。 であなたのことを若くないと思ってる本名を知らないペンネームだ鉄仮面のようだというねなかなか噂になってますよっていうとまあ悪い気はしないでしょうねだけどもちょっと持ち上げてるなという感じはしますトリゴリンの言い方からねでコスちゃんが「ここには長くいるんですか?」って「いや明日にはモスクワへ帰ります」要するに、えー夜 もう夜ふ、更けてはいないけど、まあ、感覚でいうと、私の感覚でいうと、8時ぐらいですけどもね、その辺でやってきて、えー、一晩泊まって、うん、次にはモスクワへ帰る。で、何を言うかというと、まあ、ちょっとね、書くのが忙しくてね、短編もあるんですよ、いつも忙しいんですよっていうことを言う。まあ、忙しいっていうのは、えー、皆さん言うけども。 ある種ちょっと自慢みたいなねうんそんな感じもあるというわけですでもうちょっと先へ行きます2人が話をしている間アルカージナとポリーナは緑のラシャを張ったトランプ用の折りたたみ机を部屋の真ん中に出し開いているシャムラーエフは明かりを灯し机に置く 戸棚から頭のゲームセットを出してくるというところです2人というのは、えー、トリゴーリンとーコースチャーが話をしているでアルカージナは、えー、この、えー、なんだシャムラエフのじゃないコースチャーのお母さんでポリーナがシャムラエフのー妻ですね 緑ののララシャを張ったたたトランプ用の折りたたみ机こういう上でやるんですねそれを畳んだものを部屋の真ん中に出してテーブルセットしてゲームのテーブルですねそうするとシャムラエフはえ明かりをともし机に置く明かりをともしまあランプでしょうかねそれをつけて持ってきてテーブルの上が明るくなるようにそれを置くとそしてさらに 戸棚からロトロトって何かトランプ使って何か,か,かよくこれもねゲームなんですけど何かこうチップみたいなものを並べて数字を出しながらあーなの勝った負けたというおいちょ株みたいなのかな <laughs> そんなようなゲームですねあの細かくはよく分かりませんけどで要するにゲームをやるとみんなでねというところそのセットができたと。で トリゴーリンがもうちょいと話をしま鶏リ,リンひどい天気のお迎えでした風がものすごい明日の朝風が止んだら湖に釣りに行こうと思ってるんですついでに庭も見てゆくかほらあの場所もね覚えてるでしょあなたの芝居をやった場所ですあの時題材が浮かびましてね もう一度場面となる情景を目に焼き付けておかないと。マーシャ父親に。父さん、この人に馬を出してやってくれないうちに帰らないといけないの。シャムラ F、いらだって。馬だってうちへ帰るわかっているだろう。たった今駅まで行ってきたところなんだ。また出すなんてことはできんよ。でも、 他にも馬をいるでしょ父親が黙っているのを見て諦めたように手を振り離しても駄目ねというところですでここであの鳥ゴーリンが、えー、ひどい天気のお迎えでしたっていうのはコースチャーの話の続きですよねでこれはね状況説明でね風がすごいんですで風がすごいそういう夜だ で夜回りが回ってきてなんかね声をかけた、うん、なんか言ったのもありますけどもであとは庭を見ようとあの場所こういうのはお互い分かってあの場所ですよあなたの芝居やった場所ですあれを見,見ておきたいでいい題材が浮かびましてねっていうのあるんですけどこれもあの第2幕だったかな覚えてる方は鳥リ,リンはしょっちゅうメモ,メモを持っていてメモ カモメのメメモモをしてるんですねカモメっていうさの湖のそばに住んでいた娘が要するに誘惑されてたか何かそして、えー、落ちぶれていくみたいなねそういうことを彼はメモしてるでこれはのカモメこれ見てる人「ああカモメってこのことだな」っていうのはちょっと分かるんですけどね、うん、でこの人って言いますマーシャが「おさんこの人に馬を出してやってくれない?」って言うと ここここででははトリゴーリゴンとあーコスチャの対話はここで終わってる。そうするとマーシャと今度はシャムライフの対話になる。でマーシャシャムライフお母さんポリーナですけどもねとこの人っていうのはメドベジェンコそして、えー、このうん3人家族3人プラスメドベジェンコこの4人の会話に移っていくわけですね。で、えー、マーシャは家へ帰るのに馬を出してよ っていうとね、駅まで行ってきたところまた出すなんてその馬、まあ、かわいそうだ他に馬い,いるでしょって言ったんだけどもマーシャの言うことは聞いてくれないそしてマーシャは話してもダメねって引いていくわけですでそれに対してメドベジェンコが答えますでここはこれから読むところっていうのはあのメドベジェンコがどういう態度をとるかというねそういうところですねメドベジェンコ マーシャ僕は歩いていくから本当にポリーナため息をついて歩いていくってこんな天気の日にトランプ机のところに座り皆さんどうぞメドベジェンコだってたったの6キロですよじゃあ私はこれで妻の手に接吻するさようなら お母さんポリーナは嫌そうな態度でキスさせるために手を差し出すご心配をかけたくはないのですがね子供がおりますので皆に会釈し,して「失礼します」出て行くが何か悪いことでもしたような歩き方でここでメドベジェンコ退場ですで残ったのは ポリーナがいるシャムラーエフ夫婦がいる夫ですねそしてアルカージナトリゴーリンマーシャコースチャーというね6人がいるというところでこの場面のキレが来たわけです、えー、まあこのメドベジェンコの退場というのは2度目なんですね 一度目は、ね、メドベジェンコ一回退場してるんですよじゃあ僕は帰るみたいなことを言ってそして引っ込んで彼が何をしたかというとあのソーリンの乗っているその車椅子をね押してきてでここに連れてくるという役目をしたであのここでもう一度、うん、情報的なことを言うとこのたったの6キロっていうのは まあ4キロ1時間と考えるとね1時間半ぐらいかけてこれから帰るんだというねメドベジェンコはねそれで馬を出してくれないでこのポリーナっていうのはあのまあお母さんだけどマーシャのお母さんはメドベジェンコにはどうも冷たいでその代わりこの3の場面であったんですけどコースチャーにマーシャをね大切にしてやってちょうだいねっていうねそういうお母さんなんですねだから マーシャの向こうに対してはマーシャも、まあ、馬を出してっていうぐらいの気はあるんだけどもそれほど温かくはないで子どもメトベシェンコはうちこれから帰って赤ん坊の世話をするマーシャは4日目のここの実家に留まるというねそういう関係が見えてくるわけですというところで終わりにしますどうもありがとうございました